はい、おはこんばんちは、春川龍でございます。今回はゲーム発展国プラスプラス第5回目やっていきたいと思います。前回ですね、スーパーファミコンのライセンスを買いまして、大航海時代とスーパーハルカーの矢場を2つ作りました。でね、会社も大きくなりまして、社員もね、8人まで増やすことができたので、結構いいクオリティのゲームができるようになりました。そしてね、出荷本数もそれに伴いまして安定して高い数字を叩き出せるようになりましたね。スーパーハルカーの矢場190万本だよ、素晴らしい。で、今はこちらですね、スーパーファミコンの新作ゲームでテーブルで冒険ものを今作っている最中というところでございます。まあ、このゲーム作りながらね、お金が23億ありますので、社員のね入れ替えも少しやっていきたいなと。まあ、これうちの社員の一覧なんですけど、まあ、下4人が新たに雇ってる奴らですね。でも初期メンバーの4人がね、どうしてもね能力がしょっぽいんで、ここをね入れ替えていきましょう。もうこれはね、もうお金23億あるから、もうハリウッドで探しちゃおうか。うん、これでちょっと人探してみましょう。はい、ということですね。ハリウッドで探すで募った人員募集何人来るか。10人、すげえな、さすが3億5千万。ちょっと待って、いきなりとんでもねえ能力のやつが出てきたぞこれ。第一智子、新宿十二社の出身、破壊が好き。ちょっとわかんない。これ何をオマージュしてるのかわかんないけど、とんでもねえ能力が来た。契約金5億5000万だって、すごい。フランソワーズ、花。契約金。8億8000万。能力もちょっとやばいことになってんの、これ。ガッテム、父山。古くからゲーム強化で活躍経験ありと。これもまあまあ。大道ドルリンコ。これもすごいね、8億5000万で。あ、プログラマーだ。じゃ、こっからまだガンガン育つってことかな。で、杉本浩二、スーパーハッカー、7億5000万。いや、これもすごい能力してるな。プログラム以外はスーパーじゃねえか。藤山藤尾 A、4億5000万、スーパーハッカー。これ、これも、あれだね、ドラえもん描いてそうな人だね。これも能力すごい。中本浩二、これ見たことあるな。1億円。この辺はちょっとしょっぽいね。なんこれ、アブファラ国王。1億5000万、ディレクター。なるほど。もう決めました。まず、フランスワーズ、花は必ず入れましょう。これは入れる。ちょっと金かかっても入れる。さて、誰を蹴落とすかというとこなんですが、音楽がいらないのかな？ちょっと小次郎さよなら。よし。で、あともう一人ぐらい雇おうか。このスーパーハッカー二人すごいな。こっちの方が能力高いのに、契約金が全然違うんだね。こっちプログラムもすごいけどね。こっちプログラムはダメだけど、みたいな。あ、サウンドか。サウンドで差があるのか。どっちにしようかな。ちょっとね、どっちかだよね。金がないんだ、金が。金が足りないから、どっちかしか雇えない。4億5千万と7億5千万だから。まあ、ちょっとこの安い方にしとこうか。で、デザイナー、こいつちょっと首と。よーし、これでいいだろう。いや、すげえ。いきなり年俸が跳ね上がってっけど、大丈夫かな、これ。スーパーハッカー二人入れましたね。よーし。これでできるクオリティがまた一段とスーパーになるんじゃないかな。はい、21作品目のゲームソフトがついに完成しましたと。おサウンドがまあまあ新記録ですね。で、スーファミ、テーブルベーム、冒険者と来ればですね。はい、こちら。ドッカポン。1、2、3、だですね。いや、もうね、ドカポンやりまくりましたよ、中学生の時に。喧嘩しながら友達と。そんなゲームでしたね。はい、じゃあこれ出荷してみましょう。点数いかがか？ 6 点。6点。7点。8点。27点。まあまあ、まあまあまあかな。お金かけてないから、そんなに。さあ、何本売れるでしょうかというところですね。まあ、これやりながらどんどん次のソフトも作っちまいましょう。スーパーファミコン。次の作るゲームはね、ちょっと決まってまして。はい、こちらですね。スーパーファミコンでシミュレーションで競馬と。まあね、ちょっとまだ有名どこのこれ作ってなかったんで、スーファミが出てきたんでちょうどいいんで作っていきましょう。で、今回ね、そんなに頑張らないんで、速度優先でちゃちゃっと作っちまいましょう。ポイント振り分けはこんな感じですかね。まあ、いつものシミュレーションと同じ感じかな。じゃあこれでいきましょう。で、問題はですね、誰に任せるかですよ。ま、ここは新しく入ってきた、
スーパーハッカーの藤山不二雄 A さんちょっと任せてみましょうか。226あるからね。よし、頼むぜ。さあ、ここからパラパラパラと。もうやっぱ3回目から来たね。来た。よしよし。ん ?9? 大丈夫だよね大丈夫だよね。おいおい、なんなんだその点数は。もうちょっとやる気なくすぜ。さて、どっかポン123だ。1周目の売り上げは25万3000本。何位だ ?2位か。まあまあ、そこそこだな。よし。さあ、アルファ版が完成した。まあ、絵を入れていきましょうと。グラフィックはね、フランソワーズ・花ちゃん。こいつに任せようか。241位あるからね。スーパーハッカーの実力、頼むぜ。さて、さっき14だったからな。期待外れも甚だしたかったから、ちょっとここは期待頑張んないと。リアルなやつにしないと、リアルな競馬に。さすがだ。さすがだ。やべえ。花ちゃんやばくねこれ。50いく。うわ、ちょっと50どころじゃないぞ、花ちゃん。やばくね。あ、57。素晴らしいな。OK、金払った甲斐があったぜ。ちょっと面白さ、頑張ってね。あ、でも面白さ、しょぼかった割には80台まで上がってるじゃねえか。なかなかだな。さあ、今度は音楽。音楽は、元からいた木下著書ですね。今んとここれが一番。でも、前回と連チャンになっちゃうか。まあ、一回連チャンでも。二連チャンまでは大丈夫そうだね。さて、まあ、ちょっとね、今、現状27しかないんで、まあ、30から40ぐらいは欲しいかな、最低でも。あ、ダメだ。高望みしすぎました。失礼しました。43しかない。お、でも、お、行列ができたね。スーパーハルカの野望と一緒だ。さあ、あとはデバッグ。早いね。一月、二ヶ月ぐらいでできたよ。すご。さあ、22作品目ができましたと。うん、グラフィック良さそうと。面白い。あ、独創性も98で最高と。すごいね。99、98、110。で、サウンドが43でこけちった。シミュレーションで競馬。まあ、これはね、もうみんなわかるでしょ。はい、こちら。ウィニングポストイット。完全に語呂ですね。語呂だけで決めました。はい、じゃあこれ行ってみましょう。まあ、そこそこのいいクオリティだからね。お、8点。惜しかったな。8点。まあまあでも31点十分でしょ。よし、これでもそこそこ売れんじゃねえか。よし、この調子でガンガン作っていくぜ。はい、次はこちら。スーパーファミコンで、ロールプレイングでタイムスリップもの。これは普通でいきましょう。ポイントの振り分けは、こんな感じかな。リアルさを全消しして可愛さに振った感じかな。あとはまあこんなもんでしょう。おっしゃ。お、ウィニングポストイットがテレビ番組で紹介されて売り上げ大幅アップと。よーし。広告宣伝で何も売ってないのに売れてるぞ。おお。すごい。初週で60万本だって。1位。これはちょっと期待できるな。200万本いくんじゃねえか。おっと、その間に、どっかポン123ダーは、79万5千本。ちょっと100万本いかなかったね。まあまあ、そんなもんでしょ。手かけてないし。ちょっとすごくね?ウィニングポストイット、すごい !200 万本。新記録更新です。素晴らしいな。やっぱ競馬人気はね、馬娘みたいなのがあるから今。こういう競馬ゲームも売れるでしょ。いい感じだぞ。200万本売れるとね、一気に金が貯まるね、これね。よし。じゃ、この調子で、あともう二人雇っちゃおうか。じゃ、また、ちょっとハリウッドで探してこようか。はい。じゃ、ハリウッドで人が何人来るか。あ、今回も10人オーバーあるんだ。やっぱり金かけると来るな。あ、さっきいたね。杉本。今回で音楽強いやつ入れたいんですよね。エビーちゃん。1億5000万。ちょっと、あれだな。今一歩だな。デーブ・ジョビン。奥村サンタコ。なんだ奥村サンタコって。と、ダイド・ドルルインコ。これもさっきいたね。うん、第一とも、これも前回いたね。あー、サウンド200台が一人もいないな。まあ、杉本浩二か、サウンドが195。7億5000万。ポップミュージックの作曲は上です。じゃあちょっとこいつだと、ちょっと数音と構造か。ちょっと数、もうちょっとこの二人は、いいかな。さよなら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 。さあ、あともう一人。まだ11億あるから雇える、ぜい。まあ、こいつもね、音楽、サウンドが高いんで。
こうやってにしとこう。で、とうとうタモさんが引退。はい。だということで23作品目もできましたね。さあ、面白さが119。まあまあだね。RPG でタイプスリップものといえば、はい、こちら、クローントリガーと、クロノトリガーのパクリですね。はい。まあね、この名作のロールプレイングも忘れちゃいけない。出荷しちゃいましょう。さて、若干爪が甘い。合格点。お、9点、最高点、9点きたー。お、8点、9点かった。お、殿堂入りきたー。初の殿堂入りはクローントリガー。やっぱり名作の名にふさわしいね。よーし。よーし、よしよしよし。これで続編も開発可能になりましたと。よし。であとはね、今雇ったね、人たちを、教育で鍛えていこうか。で、鍛えるためには少しお金とフロッピーを貯めなくちゃいけないということで、どんどん作っていきましょうかね。はい、じゃあ次はね、これでいってみようか。スーパーファミコンでアドベンチャーゲームで美少女と。いうことでやってみましょう。まあ、アドベンチャー、シミュレーションアドベンチャーかな。うん。まあちょっとね、この辺から予算倍額にしても、まあ6億あって2億7000万で。で、これからクローントリガーの売り上げが入ってくるから十分だね。よし。ポイントの振り分けはこんな感じだね。やっぱ可愛さ第一でしょ。可愛さ。美少女なんだから。よし。まあ、親しみ、リアルさ、可愛さ、両方追っていこう。で、マニアックとはもちろん満タンだね。よし。企画はですね、ちょっとスーパーハッカー新しく入ったやつ行ってみようか。お、得意ジャンルだって。これは期待できるぞ。お、すごいな。最後の一押しが鬼じゃねえか。よし、45。社員の教育もやっていこう。はい、こんな感じですね。めっちゃ覚えました、めっちゃ覚えました。で、ウィニングポストイットも、すごい、260万本売れたね。よーしよしよし。クローントリガーくんも、まあ、100万本はいくね。うん、よしよし。これで大人気雑誌にも取り上げられて、これも200万本コースじゃないか？もうなんか200万本が当たり前な感じになってきたぞ。よし、キャラデザインやりましょう。前回、雪山ほのこだったんで、フランソワーズはサウンドで使いたいんで、まあ、杉本浩二入れてみよう。行ってみようか。やべえ、美少女か。そうだ。花ちゃんの方が良かったかな、これ。あんなことないな。ちゃんと頑張ってるわ。2回目でこの連打はすごくね？これ、50いっちゃうやつじゃねこれ。やばくねこれ。これ50いっちゃうやつだね。お、すごい。50なんか余裕で超える。60いっちゃうわ、これ。うわぁ、ちょっとこいつ分かってるな。美少女ゲームの何たるか分かってるわ。すごいすごい。94までいった。この段階で。素晴らしい。で、クローントリガーは、まあ、200万本いかないかどうか、って感じだね。え？大変です。またかよ、同じ似たようなゲームだって。出てないから、この時代にあのゲームまだ。よし、音楽入れよ。音楽前回ね、しくってるからね、今回はちょっと花ちゃんに任せよう。ちょっと頼むよ、これ。すごい !135、72、120、49だって。え、最低でも50ぐらいは欲しいな、音楽。これすごいな。もうとんでもないゲームできまくるな。もうなんかね、3桁行くの当たり前になってきたね、だんだん。うわ、やっぱり花ちゃん安定感あるな。ま、花ちゃん間違いねえわ。すげえ。すげえわ。ああ、67十分。ああ、すごい。3桁3つもある。1個もう180とかいっちゃってる、これ。よー、すごい行列ができてる。はい、じゃあ24作品目できました。もうみんなわかってるかな？スーハミアドベンチャーで美少女。はい、こちら。ドキッとメモリアル。ドキメモです、ドキメモ。すごいや、面白さと、グラフィックとサウンドが最高点だ。まあ、今後はこんな最高点出まくりだろうな。よ、9点。よしよし。8点。8点。8点。おー、33点。おー、殿堂入りはもう当たり前になってくるのかな、これからは。よし。ただですよ、似たようなゲームソフトが出てたっつってたんで、ちょっとこっちも宣伝して対抗しようか。まずテレビ CM 行こう。わー、テレビ CM ももうこんなチットしか上がんねえ。じゃ、もっと、もうすごいのやらなくちゃいけない。なんだこの絵。月面広告。9億9000万もする。なんなんだそれ。あとちょっとキャラバンカー走らせようか。なんて言ったって美少女ゲームだからね。グラフィックを売らないと。よーし。はい。じゃ、そんなところでね、12月3週、ゲーム発展対象の時期になりましたと。
もし、こん、うわ、今回5作品も作ってる、すごい。さて、まあ、この辺は取れそうだよね。お、ウィニングポストイットが入った。よーし。あれ、200万も売れてんだけどな。音楽賞は？あ、どっかポン123ダーも入った。ジュングランプリは？おー、ドキッドメモリアル。出たばっかのやつ。よーし。で、クソゲーム賞は、戦国狼少年。ガフコン。はい。もううちの今の点数の高いやつは全部出ちゃったな。ということはグランプリは無理そうか？三国の希望が入ってる。こいつ前回も入ってたな、なんかで。よーし。まあ、まだまだグランプリは無理か。うん。まあ、頑張ってか。さて、じゃあここらでちょっと過去作品見ていこうか。今日作ってったのが、まあ、ドッカポン123だ。79万本。まあ、80万本だね。その後、ウィニングポストイットが26万本。あ、260万本。クローントリガーが230万本。さっき作ったやつ、ドキッドメモリアル。なんと280万本漏れてる。すげえな。とんでもねえヒット作が超連発してるわ。そうだな。次は何作ろうかな。よし、次はこれ行ってみましょう。スーパーファミコンで、ロープレでお笑いと。ちょっとね、内容のお笑いが、まあね、合致するのがなかったんですよ。なんでちょっと、内容的には近いので、お笑いで、ちょっと一個作ります。で、予算増額と。よし、これで行きましょう。リアルさいらないですね。可愛さと、斬新さよりは、親しみかな。ああ、いいのか。うん、こんな感じで作っていきましょう。まあ、この辺はね、ちょっと飛ばしまーす。はい。それでは、開発中のゲームが完成しましたと。これからバグ取り作業に入りますと。で、ここで、このゲームは、ここでですね、出荷します。バグが残ってる状態で出荷します。はい。そんなスーファミの RPG でお笑い系のロールプレイング、皆様覚えがございますでしょうか？意外にもまあまあな数字になっちゃったな。すげえ、爆が新記録とかそんなのあるんかい。はい、タイトルはこちら。マカマカと。知ってるよね。バグで超有名な RPG です。読み方はマカマカだけど漢字だけ書いてありますね。これやったことないんだけど、バグある状態で出荷したらどうなるんだろうな。8点。おぉ。8点。もう32点。殿堂入り。やーべえな、これ。大丈夫かなこれ。これ大丈夫かな、うん。ちょっと問題あるゲームですけど。とりあえず、ファミ通の評価はそこそこのようです。はい。お、マカマカが大人気雑誌で紹介されちゃったぞ。大丈夫かこれ。あ、でも100万本はいったね。よし。よし。じゃあその間にもう次も作っとこうか。ではもう一本ね。スーパーファミコンの、有名なゲームを作っていこうかなと思います。さっきはね、バグで有名なゲームでしたけど、今度はね、まあ、マカマカもそうだったけどね、ちょっと内容がぶっ飛んでる系ですね。アクションでお笑いと。皆さん、これ分かったら天才ですよ。さあ、何のゲームソフト作るでしょうか。楽しみにしててください。はい。可愛さしのリアイス。まあ、これこのままでいいかな。よし。企画はですね、誰に、ちょっと体力ねえな。ちょエリちゃんに任せようか。お前、あ、そうだ、アクションゲーム得意だった、エリちゃん。28。ちょっと見劣りしちゃうな。最近雇ったやつらに比べると。はい、こんな感じですね、スーパーファミコン。アクションゲームでお笑いと。なあ、どんなゲームが出来上がるでしょうか。はい、それでは今日はこんなところでございます。今回の動画が少しでも面白かったと思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたしますと。それではまたね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。